琉球犬は沖縄県原産の日本犬の一種である。琉球犬は縄文時代に沖縄のみならず日本列島に存在する縄文犬の一種で、起源には諸説あるが良犬として用いられ南方アジア系とも言われる。沖縄県では琉球犬をトゥラーあるいは赤インと呼び、イノシシ猟や長猟の良犬として使役した。トゥラーの場合その毛の色に応じて赤トゥラー。 黒トゥラー、白トゥラーと呼ばれる。弥生時代に入ると、日本列島の北海道と南西諸島を除く地域には、トライ人と共に、縄文犬とは形質の異なる、北方系の弥生犬が流入した。本州の日本犬にはそれらの犬の血が多く混じっている。その一方で、北海道と沖縄県では、大陸系の犬の影響はわずかで縄文犬の、血統が維持された。 最近の研究で、北海道の北海道県と琉球県は遺伝子的に非常に近い関係にあることが証明されている。ヤンバル系とヤエヤマ系という2種類の系統が存在する。琉球県の地区県団体には以下のものがある。荒垣義雄、琉球県の血液検査から見た特徴。その後、生きた文化遺産、琉球県ブログ。 2011年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年2月20日閲覧琉球県琉球新報2011年2月20日閲覧ありがとうございます